どうも、遊び方ファクトリーチャンネルです。さあ、というわけでですね、こっちが本物の遊び方ファクトリーチャンネルなんですけど、はい、今日はですね、ピラニアの水槽で行こうと思います。生態導入からですね、4週間経過しました。非常に飼いやすいなと思った点と、まあ大変な点とあります。まあその辺をですね、今日はお届けしたいなと思います。そして今日の映像のポイントで言うと、冷凍アカムシをね、与えるところっていうのをお伝えしようと思います。そして、キエとしてですね、コアカを与えるっていうのもね、映像として入れようと思います。そして4週間経ってみてですね、肉食魚、まあ、大型水槽で肉食魚を飼うのが、まあ、こんなところがこう大変だなというようなところもね、ちょっとご紹介しようかなというふうに思いますので、今日も最後までお付き合いください。こちらがですね、導入から4週間経過したピラニアナッテリーですね。来た時にはだいたい 4,5 センチかなっていうところだったんですけど、今6は超えているな、7、8、7、8センチかなというところまで、2センチぐらいはね、体長大きくなったかなというふうに思います。すくすくと育ってるんじゃないのかなと、成長が早いとも言われますので、まあそんなもんなのかなというところなんですけど、来た時よりね、ちょっと気をつけなきゃなという感じになってきました。はい。まあ後でちょっと触れるんですけど、水槽ってね、掃除しなきゃいけないので、手突っ込むことあります。手が出血してないっていうのが大事なんですけど、はい。まあ、とはいえですね、構えてはいけませんので、まあ、注意が必要かなというふうに思います。非常にですね、音に敏感です。で、人がね、目の前に来るのは慣れてきました。当然、こう、餌をね、与えるときっていうのは人が目の前に来ますので、まあ、その辺は慣れてきたんですけど、まあ、例えばね、カメラをこう、構えてですね、はい、このように音を発してずっと喋るというような、のはあまり慣れてないですのでね、そういうふうにしてると、ここ今定位置なんですけど、この水槽のですね、中で、まあちょっと隠れ家的な、ポイントにですね、陣取って、まあいつもこの定位置で、何かあったらですね、ここに固まるという風になっております。早速ですけど、赤虫をね、ちょっと与えるところっていうのをね、ちょっと見ていただこうかなと思います。朝晩同じようにですね、こうやって餌を与えてますというところをね、ちょっとご覧いただこうかなと思います。ではどうぞ。環境が違う、喋りながらなんで、寄ってきてくれるか分かりませんが、はい、こちらですね、与えていこうかと思います。ここにね、水槽のちょうど真ん中辺に切れ目があるんで、そこからチャポンと落としてね、気づくかな。はい、普段だともう来てるんですが、警戒してます。気づいてないかな、どうでしょうか。ちょっと待ちますね。はい、慣れてきましたかね。はい、ちょっとヒットアンダーウェイみたいな感じになってますけど、いつもこんな感じです。はい、近づいてきて、手にはね、まあ釣りする方なんかよくわかると思いますけど、最後は引く時のような感覚がね、ずっと手にあります。はい、こんな感じで、まあわりかし早くなくなります。はい、いかがだったでしょうか。もうこんな感じでですね、朝晩しっかりですね、冷凍アカムシを2つ与えています。それでちょろっとね、床にアカムシ、溶けたアカムシがね、残るかなというところなんですが、彼ら綺麗にですね、そのビアタンクでもあるので拾いやすいので、しっかりその落ちたのも食べてですね、餌がこう残っているという状況はないようになっています。さあ、続けましてですね、コアカ。はい、初めはですね、メダカを与えていたんですけど、まあ大きさ的にですね、全然コアカ食べられるなというのが分かったので、コアカを与えております。まあ 2,3 日に1回1匹2匹この与えるかなという感じにしております。というわけで、これからですね、ちょっと見ようによってはね、非常にかわいそうな映像になると思うので、苦手な方は控えて、いただきたいと思います。それではですね、生き餌を与えるところの映像をですね、これから流します。さあ、今4匹ほど投入しましたが、はい、いつもより数が多いのか、ちょっと攻めあぐねている感じではありますが、はい、どうでしょう、今スイッチ入りましたかね、どうですかね。
捕まりましたね。早い。さすがに一度捕まえると早いですね。これによってちょっと均衡が崩れましたかね。なぜか小赤が追いかけているというような、ご覧いただいたようにですね、非常に鋭い歯でですね、小さな、はい、まだ言ってもね8センチぐらいの生態ではあるんですけどね、それでももう一瞬で噛み切ってしまうというようなのがね伝わる映像だったと思います。歯が数ヶ月でこう入れ替わるということで、常にねあの鋭い状態が保てるというのが、まあ、彼らのねすごい武器かなというふうに思っております。なので、はい、いつかでもですねああやって、まあ、若干の柔らかい骨はね、噛み切ることができるというふうになってます。よく観察していると、最終的にね頭、はい、エラーから上の辺の一番骨が集まるところが残って、まあちょっと表現が悪くて申し訳ないですけど、ちょっと頭がコロコロしているような感じになります。それも最終的には食べてしまいます。で、そこはちょっと時間がかかるので、今ご覧いただいたようにですね、柔らかいところから食べていって最後頭残るというのが、はい、実際に起きていることかなと思います。そういうふうに観察するとですね、こう川とか海とかね、こうレジャーとかいろんなこう行く機会の時にたまに頭に残ってることあるじゃないですか。まあ、何かであった、多分死骸であろう、打ち上げられたものであるだろうものとかでね、でその辺の意味合いがよく分かってくるということで、はい、観察していてもですね面白いなというところではあります。個人の意見なんで別にこう誰かにね押し付けるものではないんですけど、昔はね TBS なんかでいうと動物奇想天外とかね好きでよく見てましたし、 NHK もね海の中、それからサバンナのねこう弱肉強食なんかも取り上げてましたし、ああいう番組たくさんあったんですけどね、まあ、今はいろんなその教育上の、考え方の、ね、多様性でおそらく、はい、クレームを受けるんだと思うんですけど、だからなかなかああいう番組がですね、やりづらいんだと思うんですけど、飼う方はよくわかると思うんですけどね、こう普段見えてないからその存在しないわけじゃなくて、実際は食物連鎖というのがあるし、弱肉強食というのがあるのが、まあ、自然界なのでね、まあ、その辺がよく伝わるのかなというふうに思います。じゃあここからですね、はい、4週間飼ってみてちょっとこんなところあったよとか、こういう注意をしているとよっていうのをね一気に駆け足でちょっとお伝えしてみようかなと思います。はじめね導入時には何にもやってなかったんですけど、ここですね、はい、これは唯一コードが水槽の中に入っているのがこのヒーターですね、はい、こちらのヒーターになります。かじるんで対策してねと言われてたんですけど、こちらですね、うちの、はい、淡水フグ水槽なんですけど、こちらにですね、はい、外部ろ過器使ってるんですけど、このホースですね、このホースをこうちょ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 っとねカットしていってかぶせるようにしてですね、ちょっとね白くなってるじゃないですか、はい、これ多分内側におそらくバクテリアがついているんじゃないのかなというふうに私は思っておりますが、もし違うよという場合はですねコメントで書いておいて訂正してください。はい、ありがとうございます。というふうになっております。それ以外はですね特別何か装備をですね入れているということはありません。で、初めはね水草だけで行ったんですけど、まあちょっとね癒しになればいいかなということで、これね800円ぐらいです。はい、800円ぐらいでもう煮込み済みであったので、アク抜きされてあるのでね、そのまま入れるだけで入れております。生き餌を与えるのにですね、ちょっと生き餌って例えば10匹ぐらい買ってくるとですね、保管場所に困るなということでやったのがですねこちらです。他で使ってたんでね苔生えておりますが、こちら隔離ボックスですね。これに小赤だったら10匹くらい、狭いですけど、まあ一応入ります。で、言ってみたらですね生けす状態、はい、で、いや、与えるときにですね、ここからちょっと網で出すというふうにしております。大変なのは水替えです。はい。これは、大変なところです。1週間に1回で行こうと思っておりましたが、思ったよりもですね、汚れが激しいということで、はい。こんな感じでですね、水が溜まる場所、はい、水流のですね、溜まりって言われるような感じのところにですね、糞が集まります。で、今やっているやり方はですね、この糞がある程度溜まったらですね、3日に1回ぐらいですね、
もう水替えをするんですけど、このろ過をですね、常にもう回した状態で、はい、このですね、水栓ってあると思うんですけど、モーターポンプのですね、水栓のちょっと下まで、本当は下げちゃいけないんですけどね、ちょっと下まで下げて、その量を、この汚れを吸うのと同時に変えると。量で言うとね、うちのバケツが7リッターなんで、それが2杯、3杯、まあ20リッターぐらい変えてると思っていただければいいかなと。これ3日に1回やってます。茶ゴケがですね、発生しております。はい。で、シンプルなんですけど、まあご覧いただいているように、はい、しっかりと光光とライトが照っております。まあその理由はですね、こう水草のポットっていうのをね、1個入れているというのがあります。水草が枯れちゃいますのでね、26度の固定にしておりますので、まああったかい水であって、栄養価の高い水であって、光光とライトが照っているということになっておりますので、はい、まあ苔は発生しやすいかなというふうに思います。対策の仕様がちょっとね、掃除する以外にないというふうなところが今悩みどころではあります。上部ろ過の方なんですけど、やっぱりね、正直、はい、外部ろ過よりはろ過力が落ちます。で、一番のそのろ過力が落ちる理由っていうのがですね、どうしてもですね、密閉空間で強制的に水が圧を持って送られないので、逃げるというかね、例えばですけど、はい、こっち側ですね、まずこのスポンジのところで、スポンジが詰まるとですね、はい、ここをオーバーフローしてですね、今ちょっと指がさせないですけど、はい、ここです。はい、ここが超えちゃうと、この下にあるですね、土材のところを通らなくなるので、はい、ろ過されずにですね、次のこうセクターに移動しちゃうというふうになっちゃいます。で、こっちの方もですね、はい、まあ同じようなことが言えるので、水をちゃんと流してあげつつですね、土材をしっかり通るように、この下にはね、なんだっけな、メガリングっていうね、バクテリアの住処なんかも置いてたりなんかしますが、この最後のね、水が落ちるところまで、これは、カーボンですね。カーボンで吸着するような、はい、匂いとかですね。あと、白濁りを、防止するようなものになるんですけど、そのギリまで置いてたりなんかして、やってはおりますが、やっぱりですね、強制的に密閉空間を通るものに比べてはね、ろ過力は落ちるかなというところですが、まあその辺、頻回にね、チェックしてあげて、やっていけば、なんとか水は保てるかなというふうになるのと、まあさっきお伝えしたようにね、3日に1回ぐらい、はい、少ない量ではあるんですけど、ちゃんとこう、安定してね、変えてあげれば、大体ね、そんなに濁ることもなく、はい、いけてるのかなというふうに思います。表面が汚れてるっていうのがね、掃除した後に取ればよかったかな。はい、今ね、ご覧いただいた映像はね、同じカラシン一族にね、いらっしゃるので、ピラニアをね、よーく見るとね、かわいらしく見えますし、ネオンテトラをね、よーく見ると、ちょっと怖く思えてくるのでね、はい、そういう映像でございました。というわけでね、4週間、はい、ピラニアを飼って、思ったのは、非常に飼いやすい。これは間違いないと。で、同時に、何でも楽しいですよっていうわけじゃなくて、飼うので、生き餌のところの、こう、大変さ、まあ、考えることであったり、今なんだこれなんで切れたんだ、7時か。はい、7時で自動で切れるようになってるんですけど、はい、そうそう、生き餌をね、与えるところで考えることがあったりとかですね、あと水替えのところ、はい、頻回に行わなきゃいけないので、生き物を飼うっていうのは、まあ、世話しなきゃいけないのでね、大変だよっていうところは変わらないんですけど、しかしね、3日に1回の水替えは大変、大変なんで、これはちょっと覚悟しなきゃいけないな、というところでございます。うちの直近の問題はね、茶ゴケのところなんで、クリーナー生態ね、入れるわけにいかないので、どうだろう、ヒメタニシとか、まあ、やられるか、殻をかち割られるかもしれないですね。あんまりやろうとは思わないですけど、まあ、そんな感じなんで、まあ、自分で手突っ込んでね、綺麗にしてあげなきゃいけないんですけど、はい、これがね、今、8センチだからまでね、全然躊躇ないですけどね、これ20センチぐらいの大きさになって、5匹いる中にね、指突っ込むってね、ちょっと怖いかなと思うので、まあ、その時はね、スクレーパーかなんか買おうかなというふうに、思っている今日この頃でございます。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。